どうもササです。すみっこ暮らしのキーホルダー後編を紹介していきます。前編も紹介しているのでぜひそちらも見てみてください。笹の刺繍。線長は変わってくるのでお好みで調整してもらって大丈夫です。裏地も切れたらこちらはかがり縫いをしていきます。糸を玉結びしたら真ん中からスタートさせます。玉結びの部分を中に隠せたらそのままくるっと巻きつけながら刺していきます。ちなみに裏面にかがる幅を下書きしておくのと最初に一本取りとかで仮止めをするととても刺しやすくなります。今回めんどくさかったのでこの工程を飛ばしたんですけど本当にやりにくかったので急がば回れと思って下準備をしてみてください。糸を継ぎ足すときは初めと同じく中で玉留めをします。新しい糸をまた玉留めしてまた中から刺し始めます。力加減は均等にすると綺麗に仕上がります。なるべく引っ張りすぎないのがおすすめです。こちらのキーホルダーも100均で買いました。これもクオリティが高くて大満足です。一番下の丸カンだけを外していくのですが、今回は手でこじ開けてみました。結構指痛かったので、ペンチなどを使うことをお勧めします。真ん中まで来たら、かがり縫いに丸カンを巻き込んでいきます。キーホルダーにするときはかがり縫いに丸カンを巻き込む方法が一番金具をしっかり固定することができると思います。かがり縫いは少し大変ですがとにかく丈夫に作りたいときはこの方法がおすすめです。力加減はとにかく引っ張りすぎない方が綺麗に仕上がるかなと個人的には思います。最後は今まで刺してきたところに糸を隠して完成になります。
最後にペンギンをブローチに仕立てていきます。こちらも 0.5 センチぐらいに幅を切っていって、裏地も同様に作っていきます。こっちもブローチピンを固定していきます。今回は余った糸で固定したので2本張りです。糸の本数が少ない分、巻きつける回数を多くすれば丈夫になるので全然問題ないです。今回は玉留めで固定しました。こっちの方が簡単ですね。固定ができたら真ん中にだけ接着剤をつけて仮留めします。周りはボタンホールステッチをしていくので、接着剤が端まで広がらないように注意です。かがり縫いの反省を生かして、こっちは裏面に印をつけました。印はつけなくても大丈夫ですが、裏面をきれいに揃えるためにつけておくことをお勧めします。ではビーズを巻き込んだボタンホールステッチで裏面とくっつけていきます。こちらも真ん中にまずは刺して、玉留めを中に隠していきます。隠せたら裏面から表面に上をぐるっと囲むようにして持っていきます。持ってこれたら裏面の縁取り部分ギリギリに刺して、また真ん中から針を出します。この時手で持っている糸は右側に出るようにします。お好みでここでビーズを追加します。当方のマルシャービーズを使いました。針にビーズを通したら、また表面から針を刺します。今度は2枚とも貫通させて OK です。右側に出ている輪に針を通せたら1ブロック完成です。こんな感じで針の右側から糸をぐるっと回して針を引き抜いても大丈夫です。こっちの方がやりやすいかもしれないです。最後に引き抜いた糸はビーズの左側に来るように調整して刺していきます。ビーズを使ったボタンホールステッチ可愛いですよね。ちょっとややこしいところもある刺し方ですが、波に乗ってしまえばサクサクと刺していきます。私はむしろかがり縫いの方がたくさん糸を使うし、時間がかかるし、力加減も難しいなぁと感じています。皆さんはどちら派でしょうか？一周刺せたら刺し終わりです。ビーズを通したら最初にできた輪に後ろから針を通します。これで一周つながりました。そのまま真ん中に針を刺して、裏側の好きなところに針を出します。針を出せたら、ここで玉結びで固定をします。固定ができたら、先ほど刺した穴と同じところに針を刺して、並縫いの要領でまた新しく近くに刺します。これを引っ張れば玉結びが中に隠される仕組みです。終わり方と糸の継ぎ足し方が少し見にくかったので、詳しく解説していきます。刺し始めの縦にかかっている糸に後ろ側から糸を通します。これで最初と最後がつながりました。そしたら刺し始めと同様に2枚の布の真ん中に針を入れ込んで、そのまま裏に貫通させます。ここで玉結びをして固定させます。このままだと玉結びが見えたままなので、玉結びをした針の穴と同じ穴にもう一度針を通して、通した糸を引っ張ります。するとこんな感じで玉結びが裏に隠れます。なじませて完成です。今回糸を継ぎ足すことがなかったので継ぎ足し方も解説します。糸が少なくなったら表面から2枚の間に刺して、また真ん中で玉結びをして固定します。玉結びをした新しい糸を用意して真ん中から裏面に刺します。先ほどの斜めになっている糸の刺し終わりのところに上から針を入れていきます。針を入れれたら左側に引っ張ると違和感なく糸の継ぎ足しができました。3種類すべて完成しました。どれが一番可愛いでしょうか？ではこれを好きなものにつけていきましょう。今回は 3COINS で購入した iPad ケースにつけてみました。
この iPad ケースは500円ぐらいだったと思います。こうやってキーホルダーとかをつける作業ってワクワクしますよね。とても可愛くできました。今回もご視聴いただきありがとうございました。それでは、ササでした。